そう、今日も朝から頑張った。そう、頑張りました、朝から。はい、だからね、ちょっとご褒美にやります。そして今日はね、クロティ久しぶりにクロティ来たので、ちょっと多分画面は明るいです、すごく。どうしてもクロティを着るね。さあ、今日はちょっとね、まず急いで私は服屋さんに行きます。お金がないんだった。うわー、マジか。お金のなる木どっかに入ってなかったかな。そう、エイブルシスターズが9時までなんで寄りたいんですけど、そういえばって思って。しずえ、いつもお茶そこに置いてたっけ？しずえって弟いるの？しずえが今日弟にモーニングコールするの忘れてましたって言ったけど、しずえって弟いるの？え？あ、なんだ？うちの太平太が私を見つけて呼んだ。ああ、なるほどね。そう、私まだトタケケをね、島に呼べてないの。そう、だからメンバー、メンバーというか、島民のみんながね、すごい家具を分け与えてくれます。おお、私の家の前で筋トレを始めた。さて、どうしようかな。お金のなる木どこになったっけ、この前。ここら辺じゃないもんね。どこなんだろう。それがないとね、ちょっと私、お洋服屋さんにも見に行けないから。そう。ここだった？でも違うよね。最近でもあれかな、植えてないから生えてない可能性もある。まあそうなったら貯金から崩すだけだからいいんだけど。ああ、なさげ？いや、でも上も一応見とこう。一応上も見ておいて。間違えた。そう、そう、便利な木があるんです。まあ、自分で植えて生やすんですけど、そう、あるんですよ。え、もうこんな時に風船。まあでもやりましょう。やばい。ナイス。どこだ？あったあった。やばい、もうこんな時間。よし、もう貯金崩す。よしよし。いけ。いけよ、私。頑張れ、私。急げ。あ、もういい。もうかわいい。もう蚊にかまっとる暇はないんじゃ、私は。釣り竿じゃない。やばい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 。全然時間がない。やばい。いけよ、私。市役所まで。ひとっ飛びだ。飛ぶことはできないけど。それじゃあ2万ぐらい落とそうかな。違う、崩そうかな。ATM で引き出し。よし。はい、OK です。はい、大丈夫です。しゃっ。ああ、今日はちょっと浅見に話しかけられんわ。そう、それよりお洋服を見たい、私は。気のせい？なんか「キランキラン」って聞こえたんやけど、気のせいかな。
めっちゃ可愛い。あれかな、アイヌの髪飾りとかなのかな。エプロンは今回はいいかな。ラガーシャツも可愛いけど、マタンプシ、可愛い。マタンプシ買おう。何色にしようかな。やっぱでも青が似合う。あ、ストライプソックス可愛い。買おう。あ、待って、エプロンはいらない。で、一旦元の格好にして、もう閉店まで頑張る。もうちょっと、ああ、間違えた、やばい、なぜやめた、間違えた、閉店、もうちょっとで閉店だからさ、一応最後まで見ておきたい。はい、靴は特に大丈夫かな。やっぱこのストライプソックスが超かわいい。そう、あと1回ぐらい入ろう。多分まだ大丈夫だ。どんどん絹枝が近づいてくる試着室から出るたびに絹枝が近づく。この前結び T シャツ買ってなかったよね、多分。顔かわいいからね。あー、ハーフカーゴパンツか。いや、可愛いけどいいかな。元気なチェックも可愛いけどね。やっぱこれと、あとどうしようかな。わあ、紫も可愛い。ピンクも可愛いからピンク買おう。で、たあれは買ったもんね。よし、じゃあこんな感じかな。もう到着で。もう一回だけ入ろう買い忘れないかな。エプロンめっちゃ可愛いな。やっぱトレンチコートもめっちゃ可愛い。でもラガーシャツも超可愛いんだよね。でも特にはないかな他は。このなんとかなんとかも可愛い。グラディエーターサンダルも可愛いけど、あ、見えない。あー、でもやっぱメガネ似合うんだよねこの子。でもいいかな今回は。あさみに最後話しかけよう。あ、家具のリメイクで使える布地をもらいました。ありがとうあさみ。よし、じゃあ9時になったんでお店の外に出ますか。バイバイ。さあ、とりあえずこれで買いました。おーおーおお、お店がめっちゃ暗い。じゃあたぬき商店に行く前にプレゼント開けるか。さっきの風船の8ヘッド、何それ。8ヘッドって何。うわ、待って、8ヘッドってあれじゃん、蜂の顔のやつじゃん。まんま。蜂ヘッドってあれ、蜂の顔のやつじゃん。私見たことある。お姉ちゃんので見た。すごいなんかもうチャレンジでやったとこだみたいな感じのノリで言ってますけど。さあ、お金が埋まってるところにお金を植えます。そう、これでね、お金のなる木ができるんですよ。お金が埋まっているところにお金を植えればお金のなる木がなります。いや、8ヘッドって絶対あれじゃん、飾ってみよう一応。飾るの勇気いるわ。あー、ですよねー。ん、収納しまっとこ。間違えた。太平隊にもらった物干し、あ、メスのフラミンゴもどっかに飾んなきゃ。一応しまう一旦。ごめんな。
あ、なしのベッドはあの子にあげようと思ったんだ。そう、なんかなしのベッドを作ったんですよ。なし、なしでいいのかな、発音の仕方がいまいちよくわからんけど。そう、ニッシーに作ったの。ニッシー喜ぶかなって思って。なしのベッド、あ、間違えた、ニッシーのドアつついちゃったスコップでつついちゃった。スコップ、シャベル、スコップ、めっちゃ作ってる。オレンジの傘、かわいい。教えてほしい。傘っていいよね。私あんま今傘持ってないからさ、2つぐらいしか持ってないかな。さて、なしのベッドをあげましょう。うん、ベッドだと思ってるか。あ、嬉しい。重ね着プリント T シャツをもらいました。そっか、あげたらもらえるんだ。着てみよう、重ね着プリント T シャツ。あー、かわいい。なんかね、かっこよくなるね。じゃあオレンジの傘を覚えますね、レシピを。どんな感じなんだろう。おー、かわいい。オレンジの傘、ただうちの島にはオレンジないからな、どっかから取ってこなくちゃですね。そう、さてさて、じゃああれだな、海に潜ってホタテ取りと行きましょうか。その前に一応海の、あ、鐘の鳴る木ここになってた、よかった、見つけました、無事鐘の鳴る木を。そう、結構確かに便利ではあるんですよね。じゃあこの鐘の鳴る木をバスそう、なんかすごいもう木と木がもう隣り合ってるから、めちゃめちゃ木が狭そうなんだよね。そう、よいしょっと。夜に集まりやるのって割と久しぶりな気がする。気のせいかな。あとさっきどっかで化石見かけたんですよ。どこだろう、あそこら辺だったっけ。そう、どっかで化石見かけた。あった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 、よいしょっと。結構雑草もさ頻繁に生えるから、ちゃんとね、あの島のお手入れとかもしないとねいけないから、ちょっと大変ですね。今日は特にキャンプサイトにお客さん来てないのね。あ、やばい、虫がいたの。くそー、あ、ジョニーがいる。みんなジョニー知ってます？ジョニーはね、なんかよく遭難してくる人なんですけど。そう、あ、待って、サメがいる、サメ釣る、危ない危ない、走って消えるとこだったサメちゃんが、危ないです。はい、なんでしょうね。あ、コバンザメ、コバンザメ釣りました。ということでジョニーを起こしたいと思います。スコープも持っておこう。ジョニーはね、もう来るの3回目とかなんですけど、いつもね、なんかあの通信装置のパーツを集めろっていう。あ、ミスった、あれ
早く起きてー。あ、早っ、起きるん。今回3回目で起きた。そう、またそんなしすぎやろ、ほんま。まあしょうがないから探してあげるよ、いつも通り探してあげる。そう、通信装置5個ぐらいさ、砂浜に埋まってるんで、そう、それを探すんです、いつも。あ、ミスった。あー、はい、1個目。2個目はどこだ。あ、夏の貝殻発見、取っとこ。あ、メッセージボトルだ。なんかキランキラン言うとる気がするんやけど、ほんとなんなんやろ。そう、なんかめっちゃキランキラン言うとる気がする。でも流れ星とかはね、流れてないんで、何なんだろうね。どうなんでしょうか。ん、あ、見て、通信装置のパーツ2日目じゃない、2つ目です。3つ目はどこじゃ。あっちかな。よいしょっと。なかなかね、通信装置見つけるのも、つか通信装置のパーツを見つけるのも大変ですから、ほんと。あ、ミスった。はい、3つ目。あ、間違えた、貝殻取っちゃった。まあいいや。はい、4つ目、あと1個ですね。ほんと感謝してよね、ジョニーさんよ、感謝してくださいよ。まったく、いつもほんといつも遭難するからね。なんか週1ぐらいで遭難してるもん。さすがに遭難しすぎな気が。でもマジで割と週1レベル。ということで、5つ見つけたのでジョニーさんに渡しに行きます。ダッシュだ、なるべく海の近くを走らないようにダッシュだ。太平太まだあんなとこで筋トレしてる。見つけましたよ、あったよ、探しましたよ。はい、これで治りました。はい、ということで後日というか、まあ明日ね、ジョニーからはお礼の品が来ると思うので、私はヤシの木を増やそうと思います。もうちょっとヤシの実ある方がいい。そう、まだ5本ぐらいしかないから、うちの島もうちょっと増やしたいのよね。ここら辺かな、ちょっとあれかな、ここら辺だな、ちょっとあれかも、ここら辺かな。よしよし、ここら辺かな。オッケーオッケーオッケー。増やすと、これはあの実際どうなるか分かんないけど、いい虫がより取れるんじゃないかなと勝手に思ってます、私は。
なんか結構ヤシの実にしか止まんない虫とかもいるから、確かね、私の記憶が正しければだけど。そう、ここら辺いる？一応ここにやっとくか。そうだから、なるべくね、少しでも多くヤシの実を増やすのです。まだ会ったことないからな、ゾウカブトとかコーカサスオオカブトとかさ、違う、コーカサスクワガタだっけ、やばい名前忘れちゃった。さてと、さあ化石を、まだずっとやってるな、みんなよう夜にやるね。さて、じゃあちょっと荷物の整理をして、どうしようかな、もう先にあれ行くか、また化石あった、先にちょっと荷物の整理して化石をやって、であれしたらあれしよう。ずっとやってんな太平と。そう、ちょっと眠いです今そう、ちょっと眠いんですよね。そう、今日早起きだったからさ、普通に睡眠不足だった。そう、今日はね、早めに寝ようと思ってます。頑張って。いた、80だった。で、あれだね、まずフータのとこに行くんだ。あ、フータが起きてる。そっか、夜だから起きてんのか。結構やっぱ朝とかにやることが多くて、だからちょっとフータが起きてるのめっちゃ新鮮。中にはまだ寄贈されてないコレクションもあるみたいです。寄贈します。じゃあ、あ、1個だけだった。なんかね、結構普通にさ、化石の説明とか生き物の説明フータしてくれるからさ、なんか普通に勉強になるんですよねこれ。そう、マジで普通に勉強になります。さて、じゃあ余った化石と小判ザメをたぬき商店に売りに行くぜ。私はそう、たぬき商店は10時までやってるからね。そう、品揃えはそんなかな今日は。買い取ってください。よし、はい、よし、来た。売っちゃいます。あとは一応この戸棚の商品も確認しておこう。まあいいかな早っ、もう高速でもう見た戸棚を。そう、フータは博物館長だからね、物知りなんです。ただ虫は苦手な模様です。さて、じゃあ海に入りますか。今日はホタテすぐ見つかるといいな。
ちょっと荷物を置いて、よし、これで私は海の旅へ出る。でも夜ってめちゃめちゃやりづらいんだよ。暗いからさ、分かりづらいのね、影が。あ、早速発見。さあ、ホタテが釣れるまで帰れませんだから、私これ釣れるじゃない、取れる。はい、海ぶどうね。海ぶどうよく見かけるんだよね。さあ、何匹目ぐらいで釣れ取れると思いますか、皆さん。ホタテ、私は5匹目ぐらいだと思う。今2匹目ちなみに。いや、5匹は嘘だな。7匹目にしとこう。妥当だと。皆さんもぜひ予想してみてください。ちなみに今2匹目です。何匹目でホタテが取れるでしょう。2匹目というか、何体目、何、どうやって数えるんだろう、海の幸とかって。さ、これは、あー、これ早いな。アワビとかかな、それかシャコかな。よし、違う、パイプウニだった。これ何匹目だっけ。海ぶどう、イソギンチャクだから、これで3匹目だ。で、これ今から4匹目。真珠見つけた、びっくりした、やった、真珠だ、レアものだ、お宝、お宝発見しました、皆さん。よいしょっと、ムール貝ですね。これで5かな。さあ、ホタテは来るのでしょうか。いや、この子早いな。あー、またガザミだったわ。じゃあ6匹目だったかな、これが。1,2,3,4,5,6、あー、6匹目か。私何匹って予想したっけ、もう忘れちゃった早っ。ホタテ出ておいで、私と遊ぼう。ワカメだった。ワカメって美味しいよね。7匹だった。じゃあどっちにしろ私予想外れたわあ、早い早いぞこの人。いけ、追いつけ、よっしゃ、追いついた。あ、車エビ、車エビだ。さあ、いつになったらホタテは取れるんでしょうか。不安になってきました、ちょっと。よし、ナイス。あ、富士壺だ。結構高級食材いっぱい取れるからね、マジ。アワビとかも取れるもん。ウニとかも。ウニって高級食材なんかな、わからんわ。あ、早いかも。網の外に出ないように。早いな、なかなか早いぞこの子。
さあアワビかな、なんだろう、でもなんとかなんとかの大きいやつかな。いけ、やばい、いやこれはちょっと追いつけないわ、めっちゃ早いもん。マジでめっちゃ早い。よし、とどまった一箇所に。やばい、めっちゃ早い、めっちゃ早い、やばい、早いよこの子。もうその間にもう2匹周りで見つけてる。慎重になれ。めっちゃ早いんやけど、なんでそんな早いの？ねえ、早くない？なんか今だ、いけ、頑張れ頑張れ、いやーやだやだやだ、嘘でしょ嘘でしょ、全然やばい、早すぎないんやけど、なんで止まらないんだけどこの子。回り道とかしようかな。やべ、ちょうどネットだった。ねえ、早いって。いけ、頑張れ頑張れ、私いけいけいける、よっしゃーって何、あ、ダイオウクゾ、ダイオウグソクムシだった。そりゃ早いわ、ダイオウグソクムシは早い。で、あのさっき見かけた2匹はもう逃げたかしら、あ、いた、まだ。いやー苦戦したわ。あ、倍貝ですね。ホタテが全然見つかんない。さあ、ここら辺にもあったと思うんだが、いないか。あ、発見。そろそろ見つかってほしいな。あ、来た！ホタテって、そう、ホタテ。ホタテゲットしました、イエーイ。どうぞ、あなたのために取りましたからね、ラコスケハン。ミスった、スクショシーンをミスりました。あ、今日は今回真珠か、12341,2,3,4,5,6,7,8、 じゃあ12匹目で見つかったんですね今回は。まあ早かったわ。あ、ということで、じゃあちょっと帰り道にまたあの見つけたんで撮ろうと思います。なんだろうこれ、ああ、海ぶどうですね。さてと、陸に上がるとするか。上がれない、よしよし、さあ陸に上がりました。あっ、虹色クワガタじゃない、あれ出た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 、危ない危ない危ない、ねえ。いやでもまだ諦めるな、まだね、うちにはあのヤシの実、ヤシの木いっぱいいるから、いっぱいあるから。ショックなんだけど、嘘でしょ、めっちゃショックなんだけど。あの魚でかそうだけど、スズキかな。そう、海だとね、大体でかいお魚って
やっぱ切らんって言うたよ今。何？やっぱ切らんって言うてる。え、でもこれ鈴木じゃない？あ、ヒラメ？でも、フーコとかいないよね。なんなんだろう。マジでなんなんだろう、あのキランって。謎。空耳かなって思ったんですけど、でもなんかやっぱキランって言うとったんですよ。そう、何なんだろう。この魚もでかそうだけど、ブラックバスとかかな。え、でも恋の可能性はあるけどな。まあ恋にしようかな。いや、ブラックバスだな。違う？あ、違った！アロワナじゃん！え、めっちゃいいやつじゃん。買ってくれ。買い取ってくれ。で、真珠を売らないようにする。アロワナもね、もう博物館に寄贈したんで売っちゃうぜ。おお、36,000ベル。いやー、儲けてんね。言い方、ちょっと虫逃したん悔しいのな。26分かった。でもやっぱそういうことだよね。やっぱあのヤシの木を生やせばいるってことだよ。もう一回行ってみよう。マリンスーツ脱ごうっていうか。かわいい。かわいらしいお洋服を着ております、この子は。あんまいないね。もうちょっとヤシの芽生やした方がいいのかしら。みんなもあまり海は悪くない。いた、うわ、え、ちょちょ待って、4号来ないで、4号来ないで。私今真剣勝負するから。これなんだっけ、初めて見る。待って、4号来ないで、お願い。はっ、ねえ、逃した。ねえ、鈍ってる。私鈍ってるよ。鈍っちゃってるもん。嘘でしょ？こんなことある？そんなことってある？保険かけてない他に誰かキープしとけばよかったよ。ほんとマジでそんなことある？ヤシの芽増やそう。とりあえず今ヤシの実っていうかヤシの木。あ、あの魚どうなんだろう、大きそうな気がするけど、まあ多分スズキだろうなと思いながら。あ、でもスズキっぽいな。いや、スズキじゃない、ヒラメ。あ、スズキだったスズキだった。もうちょっとヤシの木を増やそうと思います。あ、やばいやばいやばい。でもこれってミヤマじゃね。とりあえず慎重に歩いて、まず正面を捉える。ヤシの木に止まってるので行きます。で、何これ。
あ、深山だったわ、やっぱ。なんだ。深山だったからちょっとショック受けて。まあまあまあ、練習練習練習。練習大事。あ、どうした？チエリが私に用があるみたいです。あ、リアクション教えてもらった。笑顔でええ顔。ダジャレ？ええー、何？びっくりした。チエリが急に着替えた。びっくりした。ここにヤシの木植えよう。違う、ヤシの実を植えよう。ヤシの実をね、どんどん増やしていく作戦です。それをすることでね、よりいい虫を捕まえられる回数が増えるのです。そう、ここら辺にもあったらいいけど、でもこれがあるからな、あんまり崩したくないんだよな。こっから先ね、植えてないから植えようか。あ、サンゴ。もうちょっとあれかな。もうちょっとこっち側とかがいいか。うーん、ちょっと近すぎ？ここら辺かな。まあいいでしょう。ヤシの実を植える。増えていくぜ、ヤシの実が。ここどうする？生やす？一応生やすか。どこがいいかな。ここ？あー、でもここだと狭いからな。ここかな。あ、あそこに化石。化石よく埋まってんな。そう、私はいい虫を捕まえたいんです。コーカサスオオカブトに会いたいな。いつ会えるんだろう。なんか逃した？待って待って。なんか逃した？まあ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 いいや。気を取り直そう。今のは事故。そりゃね、棒高跳びで飛んだ先に虫止まってたんだったらそれは事故。よし、いないね。ちょっとね、ヤシの木を通るとちょっと緊張するんだよね。全然いないな。でもこっちもまだ生えてないと思うから。え、コーカサスオオカブトは高いです。ジョニーまだおったんか。こっから先は多分生やしてないでしょ。そう、これからだからね。せー、やばい、めっちゃいい虫をさ、たくさん見つけたのに全部逃しちゃってるもん。本当にショックなんだけど。マジでショックなんだけど、あ、風船。どっち側？だね、こっちだね。距離じゃなかったもん。川に落ちたー。もうやだー。今日何もうまくいってない。
虫逃すし、プレゼントは一回取ったけどもう一回逃した。まあしょうがない、切り替えていこう。その分いい出会いがあるかもしれない。なんだ、あれだな、マイル旅行券かな、マイルか、何も言えてない。マイル旅行券で無人島行こうかな。いい虫と出会えるかもしれない。ちょ、行ってみるわ。そして虫をまた一匹逃した。逃しすぎでは。そう、マイル旅行券っていうのはね、なんか無人島に、本当に無人島、なんかたまに人とかなんかいるんですけど、なんかあの住んでるとかじゃなくて、その人も旅行に来たみたいな感じなんですけど、本当に無人島なんですけど、まあそこで結構虫取ったりとか材料集めたりとかいろいろしてます、私は。よし、じゃあ行くか。あとなんかこれは気のせいかもしれないけど、なんか動物の森って夜の方が動きがなんか活発というか機敏というかね、思うんだよね。なんかキビキビめっちゃ歩いてる気がする。さあ、無人島に行ってきます。ただ私結構無人島で一回も人と会ったことないんだよね。そう、誰かに会えたらいいんだけどな。あと私いつも雑草抜いてます、この島で。あ、また違う島。でもさすがに人はいないかな。お、なんだ、ジャンプした。はい、一匹逃しました。もう嫌ねえ、もう本当に、もうさ、マジでなんなん、本当にもう雑草集めするし、私はねえ、本当にまた一匹逃した、もうやだ。はっ、でもあれカブトムシ、割とリアルな動きするね。逃しすぎではっていうか、あ、間違えた、間違えて白いバラ取っちゃった。あ、モルフォなんとか蝶だ。適当すぎる、適当すぎるっていうか覚えられてない。いないね。虫さん、私の前に現れてくれ。特にコーカサスオオカブト。あ、メッセージボトル。マルコ、誰だっけ。そう、こういうなんかメッセージボトルとかで知ってるキャラの名前が出るとね、テンション上がりますよね。私は何回かあの知ってるキャラからもらったことあります。あ、いた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 、来た来た。冷静に落ち着け、まずは正面を捉えろ。いいか、さっきやった通りだ。うわ、後であの魚取ろう。こいつ名前なんだっけ。
やったー、やっといい虫取れたー、嬉しい。あ、じゃああの魚取ろう。まあでもスズキだろうとは思うけどな、ちょっとでかそう、なんとなくね。スズ、どうなんでしょう。いやでもこれスズキじゃない。うわー、あ、サメだった、ジンベエザメだった。あ、夜だからちょっとあの背びれが分かんなかった。そう、サメって分かりやすく背びれついてるんですけど、ちょっと夜だから分かんなかった、背びれがついてるの。やったー、サメ釣れた。じゃあちょっと雑草抜きに戻ろう。そう、私無人島ではいつも雑草抜いてる。そして綺麗にして帰ってます。しゃあ、今日はいい作、いい虫が取れたから満足や。化石ありすぎじゃねえっていうか、あ、いないか、いい虫いないかな、いないな。ていうかマジで一回も人と会ったことないんだけど。まあ、人というか動物か、今更だけど。マジ草むしりをしてる、本当に。待って待って、いた。でもあれって虹色クワガタか、わかんないな。うわ、しかもそういうとことか。だからだったらこっちから行った方がいい。ちょっと遠回りします。でも上に登った瞬間ブーンっていうオチじゃないこれ。でしょうねー。うん、やっぱそうだった、上か登った瞬間ブーンのタイプだったわ。じゃあどうすればよかったの、こういう時って。無理じゃん、どう言ったって無理じゃん。うわ、なんでそういうとこしか止まらんのんかいね、意地悪やね虫さん。あ、待って、でもこれカブト、まあでもカブトムシ取るか、虫キングや、高知王者虫キング。いい虫いないかな。できれば、あの、上におらずに下にいてほしい。いやー、あれ絶対ミヤマ。あの、ミヤマも取るよ、私は。よし。ミヤマクワガタですね。よし。なんかあれでも与那国さんじゃん。なんか怖いよね、なかなか与那国さん。え、なんか知らない虫がいる。よし、あれあれ知ってる、人の顔してるやつ。いや、カークちょっと来ないで今。うわ、なんだっけこの虫の名前、人の顔してるやつ。あ、人面カメムシだった。うん、か、え、待って、またなんかの虫逃した、よそ見してたわ。ミヤマ、
なんか大兜とか取れないのかな、大兜だっけ、なんか、うん、取れないのかな、なかなかいねえな。いや、カメムシ、バイバイ。いないかな虫、いい虫いないか、私いい虫を欲してます、いい虫募集中。まあ今回は全部あれするけど、寄贈、いやでもやっぱいい虫がいるって夏って感じするね、大体夏にいるからね、いい虫は。よし、帰るか、じゃあいないし、今帰ったらうちの島にもいい虫いるかもしれない。あの今回はね、いい虫一匹取れたんで、それで OK かな、帰りたい。 OK、 そう、あーでもやっとついにうちにもいい虫が現れ始めましたね。ただまだコーカサスオオカブトに会ってない、ゾウカブトにも会ってないから、あーうちの島に戻ってきた、すごい安心感ある。いないか、さすがに、あいないか、いてくれ頼む。いないか、いないな、オヌムシ、ウサギじゃない、でもスズキかなやっぱ、あーでもスズキっぽいな、まあ、一応釣るわ。近っ、近っ、いやでもちょっとでかくない、スズキにしてはでかい気がする、気のせいかな、あーでもどうだろうこの感じ、スズキだったわ、普通の木にも止まってんのかな、いい虫って、どうなんだろう、よし、じゃああっちに渡ろう、そろそろここ橋かけてもいいよな、今のはカブトムシだよね、うん、合ってる合ってる、ジョニー、よし、じゃフータに寄贈して今日終わるか、その前に一回ヤシの実を、ヤシの木をまた一旦探して帰ろう、あれカブトムシやもんな、なんか虹色クワガタね、普通の木に止まってることたまにあるんだよね、できればね、私たくさん生やしたからヤシの木に止まってほしいけどな、寄贈します、このホソアカクワガタと人面カメムシです、どちらもフータの苦手な虫です、はい、じゃあということで今日はここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあまずギフトね、読めるだけ読みますね、松さん、小判、飯田博之さん、風船、レディオスさんが風船、桃の天ぷらさんがメダル、レディオスさん風船、
と頑張れ、大粒ちゃん、バラ、ハルニャンさん、風船、プレジョンさん、メダル、大粒ちゃん、バラ、ありがとうございました。そうで、昨日ランキングね、読み忘れててごめんなさいね。教えてくださった方ありがとうございます。13位からはやちゃんさん、12位七田さん、11位オニール大佐さん、10位飯田博之さん、9位あくんは広島県民さん、8位カラスのかあこさん、7位モノサルさん、6位プレージョンさん、5位大粒ちゃん、4位レディオスさん、3位のみつさん、2位玉国さん、1位が夏目さんでした。はい、というわけでね、今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさーい。ありがとうございました。またねー。